今日はまあ2回目の活動やからね。まずはあれやんね、体作りと、まあ、フットサルの基礎的な、だからフットサルやったことない人もおるからね。まあ、今日はトランジションのところやろうと思ってんねんけど、今日はあとあれやね、体験が結構来るから、楽しくやりながら、ちょっとね、チームとしてっていう部分と、まあ、個人がパフォーマンス上げるっていうとこをやれたらっていうとこよね。あっ、まず中でも、ボール回せる。こう回るじゃん。回ったら行っていいですね。あ、そうです。こう回して、で、まあ、誰かがこっちに入っといて、あ、オッケーオッケー。はフットサルチームにちゃんと所属するのが初めてなので、まずはフットサルを楽しみたいなっていうことが一つと、でただその中で真剣にサッカーを楽しむということをやりながら、僕小学校、中学校、高校、大学とかそういう舞台を踏んだことがないので行きたいなと思ってます。頑張ります。土日とか平日夜にやってるチームに入ってやったりとかは難しいけど、まあもう一回そういう真剣にフットサルやりたいとか、まあ今すでにチームに入ってやってて、まあそこで自分をもっと向上させたいとかパフォーマンス上げたいっていうところでこのチームをまあ利用したいっていう言い方あれやけど、そういう風に思って入ってくる人もおるから、まあそのトレーニング作っていったりコーディネートしていく部分でちょっと難しさはあるかな。あとだからその体力も全然違うよね。今競技でね、現役でやってる人からしたらもっと上げたいとかっていうのもあるやろうけど、いきなり上げたらきついしね、他の人は徐々にっていう部分もあるし、その辺は難しいけどね。まあでも一番は楽しくやるっていう部分やと思うから。ちょっとまだ揃ってないんですけど、もうさっき最初にちょっとだけトレーニングやって、で今日はトランジションテーマにやっていきたいと思いますので、お願いします。ちょっと初めての人だけお名前だけ。岡田です。40歳になりました。足っぱらで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。荒木俊介です。23歳です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。36になります。よろしくお願いします。お願いします。けど、一応トレーナーからいつも、いつもっていうかまだ2回しかやってないんですけど、トレーニング与えられてるので、ちょっとそれをみんなでやってから練習入っていきたいと思いますので、お願いします。よし。じゃあ2人1組作ってもらって。で、体が横からこうブレへんようにペアの方押さえてます。よしよしよし。
で、一個だけルールは、ボールを必ず中央に置いていくこと。例えば、インサートで出たインサートの真ん中を飛んで、で、一番のサッカーのインバーの部分を飛んで、で、必ずボール中央を、で、両サイド、Oh, my God.
ボール保持してやる方が楽しいと思うし、そのカウンターカウンターってやりたいわけではないんですけど、でもやっぱりフットサルって攻守の切り替わったところとか、あとセットプレーってほとんどはその2つで得点生まれるから、そういうところもしっかりやるみたいな。状態系の方はとりあえずマンツーベースでハーフでやろうと思ってますけど、それも押し込んでそのまま残ってやった方が楽な時とかあるじゃないですか。そういうとこはもうみんなで 前からかけるやったらかけたらいいし、そういうとこもちょっとねコミュニケーション取りながらやればいいなと思いますので、まだお願いします。はい、じゃあ、タン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 ってやるんで、タンタンで終わります。はい、行きます。ありがとうございました。でも、参加者だけ。さっきのさ、